チャオ、あっちゃんです。今日は4月4日月曜日の晩ご飯、またまたね、鶏バーベキューしようと思います、ね、ベランダでね、バーベキュー、これ結構ね、美味しかったからハマっちゃいました。熱い熱い、近い近い、はい、エアコン、こっち来て、持ってきて、届かへん、それ取って、スーパー森田の袋取って、でこれ君たち一枚ずつ、ちょっと寒いな、ご飯です、鶏肉ね、鶏ももを3枚切ってきました。はい、箸。お茶あるかな。で、ちょっと待って、ね。ガムペー、ガムペーな。この辺のティッシュにくるんどいて。ね、最初なかなか焼けへんからね、こうちょっと油を、油でこう、お部屋やとね、もうすっごい煙になってえらいことになったからね、この前ね、だから、ベランダですることに決めました。はい、ということで鶏肉ちょっと焼いていきたいと思います。子供ちゃんはね、寒いで部屋の中でまたね待機なんですね。てかね、カメラに映りたくないからやと思うね。別にカメラ出たいのにね、シャイやからもう、ね、あっちゃんに見て、はい、今ツッコミ入れた人、後で体育館の裏まで来てください。あ、切れてないよ。これはそこにあるよ、もう2つ重なってるから、これ挟みなかった、これ違う、じゃあ普通の挟み、これこれこれ入れてなかった、切れない、何でもハサミで切っちゃいます。なんか火力弱いな、ガスないのかな、ガス取ってこう、よいしょ、ちょっとガス弱いから変えます、軽っ、あ、もうないわ、最後の2本やから、まあ、今日は持つやろね、はい、ではダブルのやつやね、こういうのが大きい、ね、大きいで火力が強いのはいいねけど、大きすぎて結構持ち運びが大変でね、部屋でするのもね、大きすぎるんだね、なかなか焼けないんでね、ちょっとここからは時間かなり、まだ待たないとダメなんで、塩コショウで下味はつけてあるから、そのまま食べられると思うんやけど、一応ね、焼き鳥のタレを買ってきたんで、
き焼きもしたいと思います。シャイナーにビデオ撮るとね、出てこねえな。これも食べられるかな。もう一回は。あ、おいしい。はい、できたよ。これ取って、そっから取って食べて。これ強すぎるかな。タレ焼いてみたいと思います。隣に焼き鳥屋さんやからね、待ち合いのにちょっと焼き鳥の香りをたっぷり送りたいと。逆向いて煙が流れてるけどね。はい、熱い。なんか焦げたかね。あんまりいいかな。では、いただきます。の前に、アサヒクラシックビアカクテル、あ、クラシックじゃない、アサヒカシスビアカクテル、この前セブンでね、半額102円で買ってきた、ビアカクテルで乾杯したいと思います。限定出荷って書いてあるんでね。今綺麗なね、カシス色です。乾杯。あ、おいしい。うん、すごいおいしい。ビアカクテル、まあ確かにね、ほんのり当たりビールやけど、そんなに苦くないかなって思うんだけど、うん、あ、焦げちゃうかな、タレ焼きは。うわ、焦げる焦げる、大変だこれは。火が出た、火が。燃えた。燃えないで。
たい焼き焦げるからダメかも。うん、たい焼きはね、うん、焦げちゃいます。できたよ。キャベツを切って、キャベツを切って、食べるだけ一緒に食べ。やめな。お皿ちょうだい。さっきのお皿。火をこの袋の中。はい、これで食べ。あ、違う。それ誰のお皿？今の。誰の？あ、今が。ここや。あ、これが見つけたいね。これ。ごめんね。ね、これで分けて食べて。あの袋に入ってるから自分で出して。なかなか忙しくてあっちゃん食べられません。はい。まだね、今ヤマゴ出る食事飲んだだけやんか。やってやんかな。子供ちゃんたちは多分めっちゃ食べるんで、一度濡らしておきます。いただきます。玉ねぎ美味しい。うん。タレ美味しいな、苦いけど、こうやって。うん、味噌も美味しい。味噌じゃないわ、塩や。味噌を今度しようと思ってる。うん。味噌とみりんかなんか味付けして、近いうちにやろうかなと思ってるんだよね。味噌だれがまだ思い浮かばへんだよ、うん、それができたらまた味噌は多分このフライパンやと焦げちゃうから網かなんかでやらんとあかんかもからね。今度ね、車が2人になったら網でいけるグリル買ってくるね。それでやりたいと思います。すっごい煙、これ絶対部屋でやったら偉い目に遭うな。素晴らしい煙です。そういうバーベキューの火ね、強がってるけど、ほんまお肉がお肉と牛肉でバーベキューしたいんだけど、鶏肉やとね、1枚80円やから、3枚使っても240円やもんね。だから、うん、だから、気がね、熱い。気分を見よう。でも、いつね、気兼ねなくできるんやけど。
これカレーな。おいしい？苦い？うん、塩ちょっとな、タレ焦げたんよ。ご飯食べるタイプなんで、うん、出したらね、蛍光灯を叩いて蛍光灯のカバーがブラーンってなった。ハッピーに続出ですわもう。はい。これもねバーベキューの楽しみということでね。バーベキューにはハプニングが生き物ですかな。ね。まあいろいろとあって楽しいね。いろいろハプニングがあるからそれがねいろいろ思い出になって、あの時こんなんなったよねーみたいなね。はい。なんでもプラス思考ですわちゃう。焼けがゆっくりになって楽になった。でその分ね、この鶏肉はあんま油が出えへんから、うん、焦げやすいね。外でブーン言うてるわ。大丈夫やわ。そういうとこでブーン言うてるから。ん？いや、えのき焼くの忘れてた。えのきをとこ。えのき美味しいよね。えのきの焼いたの好きなの。ああ、なんかゆるい。ゆるい晩ご飯はいいね。
お皿。はい、どうぞ。もうこれで終わり。ああ、落ちた。はい、ネタ終了しました。足らんかった、またね、なんか、あ、ウインナー持ってくるの忘れた。ウインナー食べる？いや、光いらん？いらん。欲しい？冷凍庫から出してきて。いいとこのコーラの奥にあるから。キャベツは生でタレでもつけて食べましょう。生キャベツ食べちゃう？生キャベツタレにつけて食べる？ラッキングキャラ。いいよ、もうやって、生キャベツいいよ。キャベツの身に変わった。みんな分からへんのかな。パンケーキ？パンケーキはないわ。あった？なかった？あるやんか、はい、持ってきて。みんなが届いたんで焼きたいと思います。うまいね、こう焦げてるから焦げたのよ。あっちやって、はい、いいな、これ5本しか入ってないね。あー、焦げんとこ行ったまあ、なりそうな気はしたけどね。焦げをわざわざこっちやったのに。もう分かった、分かった。もうこんだけで満足？あ、もうよかった。ふいろこちゃんは満足やりて置いていきました。うん、ね、ゲームしたいだけやからね。もうそういうやつなんです、彼は、はい、下の子ちゃんはね、いろいろ手伝ってくれるんよ。でもね、上の子が優しかったりするんやけどね。クールやねんけど優しい。下の子はベタ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 とね、優しい。甘えたちゃんやんな。甘えもちゃんやな、光は。うわ、タレ焼きの鶏と玉ねぎめっちゃ合う。おいしい。誰がアメンボや。誰がアメンボちゃうやん。うん、おいしい。うん、タレ焼きないね。幸せやわ。
食べとき。自分のお茶は持っておいた。茶は持って帰ってない。最低。お茶も片付けへんのかよ。ね、なんだかんだ言いながら。手伝わへんとか言いながらね、子供と一緒にこうやってね、バーベキューしながら晩ご飯楽しめるってすごい幸せなんですよね。はい、みーちゃんはね、みんなとワイワイやって楽しいことするのが好きやからね。うん、で寂しいと死んじゃうんよ、ウサギちゃんじゃない。いや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 、めちゃくちゃ、むちゃくちゃ暑いよ。何を？さっきの続きって何を？もう言わへん、もう言わません。聞いた人だけ、聞こえた人だけのことです。じゃあ、じゃあ、みんなどうぞ。暑いよ。ついてる。え？ついてるよ。ついてなかったらなんかあのタレつけたいし。それまでいけるよ。いけるかな。ウインナーは塩じゃないよ。よし、OK。はい、これで終わりです。すごい煙です。そうなんだ、なんかベロが辛い。新聞ひどいでよかったっていうぐらいすっごい油跳ねてます、はい、植木鉢が油だらけ、バラさんの植木鉢が、はい、かろうじてね、去年雨水で生き残ったバラさんやねんけど、新芽が出てくるかな心配やねんけどね。もしかしたらもうこのバラさんもね、緑色はしてるけどわかんないよね。かわいそうなことしちゃった。もう一本あげる。もう食べる？もう食べようか。はい、食べようかな。食べたら、ほんと食べられないわ。みんなで猫囲んでワイワイやって自分らが焼いてたら、言えねえけどね。子供ちゃんがカメラ嫌がって、あっちゃん、焼き当番みたいになってるから。まあいいけどね、はい。あ、ケチャップかマスタード持ってたかったな。いいな。鳥に降りるのがめんどくさい。鳥に降りてまた持って降りになるからね、めんどくさい。それだけやねんけどね。楽しい？
20度超えて汗たかいの、うん、で、昨日から今日の朝にかけて雨降っててんけど昼前くらいに止んだから、うん、心地いい感じ、うん、ちょっとね最初寒いかなみたいなバーベキューの熱とこのね夜風がすっごい気持ちいい、うん、夏ここでなんかとか来へんかったらすごい涼めていいところやと思うんだけどね蚊が多いのようなんですよね、うん、裏破で、うん、あれ鶏いや鶏肉いらんのいらんのなんで食べてよお腹いっぱいなったあそうなんや、まあいっぱい食べたもんな、はい、鶏肉3枚で十分足りました、はい、買ってよかった楽しかった美味しかったえ、持っておいてくれへんのふっ下の子ちゃんも持たずに降りちゃいましたまあね、袋にね、全部バシャって入れて持っておいてるから楽に降りれないけどねもうね絶対下の子がこっそり待ってて手伝ってくれんの変にね、そういうとこ優しいの。うん。上の子は、本当に困ってる時に、見て助けてくれるのね。下の子はいつもこう、うん、いつもこうね、鍵からヒュッて出てって助けたりとかしてくれるね。うん。まあ、兄弟の差なんやろね。なかったのでいいな。夜のバーベキューはこのままね、ちょっとお風呂入って寝るだけやから。お酒も飲めるしね。はい。美味しいです、美味しいです。で、なんていうの？ベランダバーベキューやから、うん、もうコンロこのまま置いといて、明日片付けたらいいから、なんで材料とかめんどくさかったらこのまま置いといても、明日さ、お花さんに水あげ来るまで誰もこう来ませんから、ほっとけんの。これがいいよね。うん。外でやるとちゃんと片付けて、うん、ゴミもちゃんと片付けて帰ってこないとねダメだからいろいろ面倒くさいからねベランダバイクはこのまま投げて帰っても明日片付ければいいじゃんみたいなねあ酔っ払っても全然大丈夫だし、まあ、下手して酔っ払ったら産後入ろうか寝てもいいからねベランダはさすがに風邪ひいたり虫に刺されたりするから嫌やけど自宅バーベキューのいいところはこういうところですね、はい、美味しかったごちそうさまでこれ飲みに行く明日も飲みに来るからこれ一緒に来てりゃいいからほいほいほいってあの人参食べ残してやるお母ちゃんを取っていくんです。はい。ね、世のお母さんもそうですよね。男性方はそこ分かってあげてくださいね。はい。
と、飲みながらプラモデルで作りましょうか。あ、でももうちょっと休憩したいな。まあ適当に飲みましょう。はい、ということで、今日のベランダバーベキュー夜会はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。めっちゃ美味しかった、楽しかったよ。皆さんもいかがですか。